どうも白熊先生です、えー、僕はですね、普段教育界で働いていて、子どもたちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについてね、解説考察していこうっていうチャンネルとなっております。 今回取り上げたいニュースは何かっていうと、タムケンさんと下月イルナさんがですね、まあ松本さん用語にですね、またですね、いろいろと動いているわけなんですけども、今回はですね、お二人がですね、文春さんから取材のですね、まあ依頼の DM が来たんですよね。そしたらですね、それをですね、おのおの晒してですね、文春に対してですね、めちゃくちゃね、えー、噛みついているわけなんですね。まあ二人ともですね、主に文春さんのお金についてですね、噛みついているわけなんですけども、まあ相も変わらずですね、そのね、噛みつき方がですね、あまり にもですすね陳腐なな噛みつきとなっておりま何、はいえー、だったらですねこれもしかしたら下月さんって文春さんのやっぱり記事を見ずにですね反論してるのかなっていう内容になってるんですよね。まあ、今回はですねそれの詳細だったりとかそれに関する僕の考えをですねお話しして,こうしていこうかなというふうに思っております。 えまずなんですけども、えー、まずは下月さんの方から行きましょうか。えー、この方がですね、SNS にね、こんな投稿をしました。えー、先週の土曜日に週刊文春の方から話を聞きたいと DM が来ました。もちろん私は断りました。やりとりはスクショを見て,見てくださいと言ってですね、文春さんとの DM のスクショを公開しました。はい。えー、でですね、 さらにこう言います。DM で連絡してきた方の名前や連絡先は一応モザイクで消しときます。としてですね、相手方からですね、突然の DM で失礼いたします。週刊文集の〇〇と申します。下月さんの X 拝見させていただいております。X でのポストを拝見すると、下月さんは少子の報道内容に対して異議を唱えられていると存じますと。つきましては下月さんのご見解にて、直接お話をお聞かせいただけないでしょうかと。取材は電話でも、D、Zoom でも 構いませんとどうかご検討いただければ幸いです何卒よろしくお願い申し上げますという風うにね送ったわけなんですねうん。 それに対して、下月さんはですね、お疲れ様です。私が発信していることは全て事実です。嘘偽りは一切ありません。それを踏まえた上で、文春さんが書かれている記事に関して嘘、嘘偽りがあるので、このような週刊誌さんの取材は受けることができません。ご理解ください。というふうに、DM のやり取りでは返信しているわけですね。そして、その後ですね、下月さんはこのように SNS に投稿します。えー、っとですね、えー、そして昨日、週刊文春は、セクシー女優とタムケンが語らない不都合な真実という名前の週刊文春、えー という内容を週刊文春の電子版で配信していました。これは課金しないと見れないです。結局何でもお金にしたいんですか。文春さんの取材を受けていたらその内容も電子版に記載していたんでしょう。松本ひとしさんの件も嘘ばかり書いてお金儲けをしよとしているんかなと私は思いました。というふうに書いてるわけなんですね。うん。まあ、このようなことを言ってるんですけども、まあ、はっきり言ってですね、下月さんの反論がですね、まるで反論になっていないわけなんですね。はい。えー、というのは何かっていうとですね、うん。 まず第一に、その、下月さんが言うですね、文春の、え、セクシー女優とタムケンが、え、語らない不都合な真実ってやつですね。これが週刊文春の電子版で配信されていたっていうふうにありますよね。はい。この内容に関してはですね、僕はもうすでに読んでいるわけなんですけども、結局、ここで言ってることは何かっていうと、タムケンさん、ま、もと言うと、え、下月さんですね、がやってることがですね、幼稚な印象操作だということを言ってるんですね。という何かっていうと、下月さんが言うようにですね、タムケンタイムはなかった。そして、え、携帯募集もされなかったって言ってるけども、その下月 下月ささんんが参加したグラドル J 子さんの飲み会ですねその告発の記事の中ではそもそもですね携帯募集もされてないしタムケンタイムがあったとも書いてないんですよね。はい、なので下月さんが反論してる内容はタム、えー、その文春とですね内容が一緒になっちゃってるわけなんですよね。うん で、さらに言うんであれば、そのグラドルのジェイコさんがですね、当時システマチックな飲み会だっていう感じだ。一番の要因は何かっていうと、自分でもなければ、下月さんでもないですね、OL の女性がですね、松本さんと二人でですね、部屋に残されて、他の人たちがみんな部屋を退出していったっていう流れがあるわけなんですね。で、それを見て、すごくシステム的な飲み会をしてるんだなっていうふうに言ってるわけなんですね。はい。なんですけども、結局、タムケンさんも下月さんも、そのね、飲み会の最後であるですね、女性と松本さんが部屋に残ったっていうですね、このシステム的な飲み会をしていたっていう ですね、一番の要因に関しては全くもって何も言ってくれないわけなんですよね。はい、例えばえ結局女性が一人も残らずにみんなはか帰りましたんだったら言えばいいと思うし。うん ね、そこに関して言わないですよ。で、この部分に関してですね、えー、えー、文春さんもですね、なぜかこの件について、タムケンも、下月さんも何も言わないということをは,はっきり書かれています。だから、このあたりがですね、いわゆる文春さんというところの、語らない不都合な真実という内容になってるわけなんですよね。はい。なんですけども、うん。だから、多分、下月さんからするとですね、えー、自分が、そのね、そう、つまりその取材を、えー、断ったからこそ、ね、語らない不都合な真実っていうふうに言ってるのかもしれませんけども、うん。この、えーか、不都合な真実の内容というのは、元 ほとんどですね、SNS 上の下月さんの反論の中で不備があったっていう件に関してはっきり言ってるだけなので別にですね、えー、その え、その、今回のですね、取材を受けなかったからっていう、そこだけに関して言ってるわけではないんですよね。はい。で、これはですね、記事をちゃんと読めば書いてあります。はい。だから書いてな、多分ね、下月さん読んでないんじゃないかなっていうふうに、僕としてはすごく思いました。はい。あとこれね、これは課金しないと見れないですってあるんですけど、これも大間違いでして、はい。という何かっていうと、文春さんっていうのはですね、確かに電子版というのは存在します。そして電子版の中でしかですね、報じてないようなスクープも中にはあります。はい。まあ、しかしながらですね、文春さんってとんでもなくですね、 大きいニュースっていうのはですね、これは電子版でも読めるし、さらに言うと、その日のね、次の日にですね、えー、本誌といいますか、週刊誌の方が発売されるんで、そこでも見れるんですよ。はい。だから、例えば今までの松本さんの件っていうのは、その電子版の方にはね、載ってたんですよ。まあ、しかしながら、電子版っていうのは1日前にですね、配信されるので、うん。 だから、松本さんの件はですね、一日でも早く読みたい方は電子版に入れば一日早く読めますよと。はい。まあ、しかしながらですね、一日さえ我慢すればですね、次の日になればですね、普通に週刊誌としてですね、全国のコンビニとかで並ぶんですよね。うん。だから、えー、ね、この課金しないと見れないですってありますけども、いや、課金しなくても読めますよ。普通にコンビニとかで売ってますよっていう話ですね。電子版を課金しなくても普通に本屋さんとかで買えば読めますよっていう話なんですよね。うん。で、次にですね、結局何でもお金にしたいんですかっていうふうに言ってるわけ。 なんですけども、うん、いやそれはお金はねメディアにとっては稼ぐのは当たり前でしょって思いますね。はいというのは何かっていうとその週刊誌がねいわゆるその金儲けをしているってことに対してですね怒ってるみたいなんですけどもそもそも論としてはしてですよ皆さんあのメディ何で,で,、はい、でテレビがニュースを報じるんですかっていうとそれは視聴率が取れるからそしてもっと言うとお金を稼ぐためですよね。うん なんで視聴率を気にするんですかそれは視聴率を稼ぐことがですね、結果としてお金を稼ぐことにつながるからですよね。はい。まあ、こういうこと言うとですね、じゃあ、なんかね、あの、すごい汚い金の稼ぎ方をしてるっていうかもしれませんけども、まあ、この世の仕事においてお金が目的となってない仕事なんて基本的になくないですかと思いますよね。まあ、それこそメディアで言うとですよ、皆さん。ラジオだったりとか、ネットニュースだったりとか、新聞だったりとか、週刊誌もそうだし、テレビもそうですよ。今言った僕ね、いろんなメディアの名前言いましたけど、これって全部ボランティアでやってるんですかって話なんですよ。 ボランティアで、ね、お金なんていりません。全ては世の中を良くしたいがためにやっております。みたいな人たちいませんよね。みんな、多かれ少なかれ、お金のためにやってるわけなんですよ。はい。だから、その、お金のためにやってるんだっていうことを言うのは、僕はですね、それは、いや、そんなこと言い出したら、世の中のほぼ全部の仕事がお金のためにやってるよっていうふうに思いますよ。はい。まあ、もちろんね我が社はお金なんて1円もいりません。世のため、人のため、ただただそれだけのためにやっておりますっていう会社も、まあ、中にはあるかもしれませんけど、そんなのはごく一部なんであって、うん。みんながみんな、は多かれ少なかれ、 みんなお金のためにやってるんだから、お金のためにこんなことしてっていうのは、もうそれはやめましょうよ。それ言い出したらさって話ですよ。それ言い出したら世の中のほとんどの仕事がそうなっちゃうよっていうことですよね。うん。で、さらにですね、文春祭の取材を受けてたら、その内容も電子版に記載していたんでしょうってありますけど、まあ、それはそうですよ。 はい。そりゃそうですよ。だって、文章さんがプライベートで下月さんにね、えー、ね、その取材を申し込んでるわけないじゃないですか。はい。いや別にどこにも載せないんですけども、プライベートとして記者が下月さんの話を聞きたいんですってやってるわけないですからね。うん。きちんと相手の件も取材した上でそれを載せようとしてるわけじゃないですか。うん。だからなんか、取材しに来たこと自体をですね、否定するようなことも書いてますけども、まあ別にそれはね、取材するのはいいんじゃないですか、全然。うん。むしろ取材の一件もせずに下月さんについて書いたりとかしたら、多分それはそれで怒るんでしょはい。 私に取材もせずに勝手なこと好き勝手書いてっていう風に言い出しちゃうわけじゃないですか。うん。だからこそきちんと取材を申し込んだわけじゃないですか。うん。だから、どっちなんでしょうね。結局取材をして欲しいのか欲しくないのかっていうさ、なんか、その辺に関してもなんかいまいちわからないというか、っていう感じがしますよね。うん。 で、あとはですね、松本さんの件も嘘ばかり書いてですね、お金儲けをしているえ、して、お金儲けをしようとしてるんかなと私は思いましたっていうふうに言ってるわけなんですけども、うん。いや、だから、何度も言うけども、下月さんが否定してるのはですね、ジェイコさんとのグラトルの飲み会の件だけなんですよ。はい。その飲み会の件が仮にですよ、別に、じゃあ、えー、下月さんの言うことが100%正しくてですね、えー、健全な飲み会だったとしても、だからといって、他の飲み会の場でですね、松本さんが悪いことをしないってことにはならないわけですからね。はい。 実際問題、この辺は他の弁護士の方もおっしゃってますけども、下月さんのことをですね、あの裁判所の方がですね、何て言うか証言としてですね、その OK する可能性はですね、著しく低いらしいですね。はい。なぜならば、今回ですね、その、 飲み会の場としてですね、注目を浴びているというか、要はその裁判の場でですね、話し合われるのは、えー、小沢さんが開いた飲み会ですね、東京で行われた小沢さんがひ、えー、開いたですね、A 子さんと B 子さんがそれぞれ参加した2回の飲み会が争点になっているので、はい。別に大阪で開いたですね、えー、その飲み会に参加した下月さんの飲み会がですね、健全であろうがそうでなかろうがですね、実際的にはそんなに関係ないんですよね。うん だから、えー、別にですね、下月さんが私がね、いくらでも証言します、裁判に立ちますって言ってもですね、そもそもなんですけども、えー、裁判所がですね、それを認めないんですよね。はい。いや、あなた関係ないでしょ、と。はい。いう感じでですね、認めてくれないわけなんですよ。はい。だから、まあ、もともと関係ないにもかかわらずですね、えー、いわゆる自分の飲み会が健全だとしてもですよ、まあ、仮にでしょ、仮に健全だったからといって、他の全部の飲み会が、松本さんが開いてる全部の飲み会がイコール健全になるとは、またまた、ね、全くもってですね、話が、ね、違うと言いますか、関係ないよってことがね、分かってないのかなっていう 続いてですね、タムケンさんですね。タムケンさんの方にもちょっとね、話をしていきたいんですけども、うん、このタムケンさんの方にもどうやらですね、文春さんの方からですね、DM で取材のね、やつが来たみたいですね。はい。えー、少子の、えー、報道内容に対して異議を唱えられていることと存じますと、つきましては改めてタムケンさんの、えー、見解を、えー、私どもにお聞かせいただけないでしょうかというふうに取材依頼をしたんですね。えー、そしたらタムケンさんは公開しました。えー、僕が思っていることを僕がわかる事案は、えー、僕の SNS で発信しますので、そちらをご覧ください。 ご覧いただきたいですというふうに語りました、うん、で、えー、そしたらですね文春さんが4時間後にですねこのように起こりましたえーとですねえーと え、た、タムケンさんが開いた飲み会で、松本さんが肉体関係を持った女性はいないと考え、いないという考えかどうかだけでも答えていただけないかと思いますというふうに送りました。はい。で、えー、これはですね、どういう意味合いかっていうとですね、えー、さっきも言った通り、えー、その、下月さんとタムケンさんが行ってる飲み会の場でですね、結局最終的に OL のね、女性さんが松本さんと一緒に残ったっていう、その件について、タムケンさんと下月さんが、ガンとしてそこにだけは触れないので、だからその点に関してでも少しはちょっと教えてほしいと思うから、多分分分、 文春さんんとししてはこのよううに食い下がったんでしょうね、うん、だから言ってみたら多分その文春さんからすると何でタムケンさんと下月さんに取材を直接申し込んだかっていうとその最後の毎回ねその飲み会の最後で OL さんと松本さんだけが部屋に残ったっていうですねこの辺に関してですね2人が何一つ絶対に触れないからどんだけ SNS て言葉を発信してもですねその点にだけは何があっても触れないからこそ多分文春さんからするとそこがどうしても知りたいからこそ多分取材を申し込んだんじゃないかなと思うんですよねはいでそういうことの流れでですねこのようなことを言ったのかなってことが思います、はい でそれに対して、ですねサムケンさんは公開します。えー、謝礼はいくらいただけるのでしょうかってことですね、はいえー。情報を持ってきた女性には、謝礼を払われていると聞いていたので、僕にはいくら謝礼、ギャラをいただけるのか確認させていただきました。という感じですね。うん で、えー、それに対してですね、払わないと言われたので、それ以降にお話をしないのは当たり前だと僕は思っています。文春さんの売り上げに貢献するのはどう考えてもおかしいと僕は思いましたと。はい。で、さらにですね、報道されたタムケンタイムについてですね、正直なところはありがたいおもろいギャグを与えてもらったと思ってますよ。すべてが収まったら思いっきり使わせていただきますよ。けど今は認められないです。こんな言葉言うたことないです。というふうに否定したわけなんですね。うん。 で、このタムケンさんのですね、えー、このね、謝礼をくださいってやつですね。ただこれは言ってみたらタムケンさんからするとですね、文春さんに対するですね、中指を立てた皮肉なわけなんですよね。はい。情報を持ってきた女性には謝礼を払われていると聞いているってことですね。はい。だから、私も謝礼くださいよと。うん。 だからそのですね、女性たちに対して謝礼を払ってるお金も目的なんでしょっていうね、この辺についてですね、タムケンさんは怒ってるわけなんですね。はい。まあしかしながらなんですけども、この件に関してはですね、元文春記者でテレビでコメンテーターされてる男性だったりとか、文春さん以外の週刊誌の記者の方もですね、みんな口を揃えておっしゃってるんですけども、基本的にですね、その垂れ込みをくれた方に関してですね、謝礼金としてですね、大金を渡すということは基本的にはないらしいんですよ。基本的には。はい。要は何百万円もですね、じゃあお金渡してあげますよ、みたいな、こんなすごい大物のね、 の芸能人の秘密を売ってくれてありがとうございます。じゃあ、これはですね、100万円でどうですかみたいなですね。そういう風に、大金を払うってことはですね、もう基本的に絶対ないらしいんですよね。はい。で、ちなみにこれはですね、週刊誌に限らずですね、テレビとかもそうみたいです。はい。テレビとかでもですね、たまになんとかのね、例えばパワハラでこういう会社がこういう事件が起きましたと、じゃあ、その社員さんに話を聞いてみましょうとかですね、それこそちょっと前にビッグモーターの事件とかあったじゃないですか。で、その時に顔か、顔から上を隠した状態、モザイクみたいな感じで、えー、そこのね、元社員の方が語りますみたいな感じ 感じででテレビビインタビュー受けてたりとか全然あったりしましたよねああいうのもそうなんですけど基本的にですね謝礼はねあげないんですよ大前提としてそんなに。うん、でそれなんでかっていうとたくさんのお金を渡すってことになっちゃうとですね嘘つく人が出てきちゃうからなんですよ。はいそうつまり その、謝礼金はですね、基本的に大金を渡さないということをですね、前提とすることによってですね、その嘘の証言をですね、弾くっていうね、意味合いがそこにあるわけなんですよね。はい。だって実際問題ですね、まあ、もちろんね、ちょっとしたお礼くらいを払う場合はあるらしいんですよ。ただ、おそらくまあ、数万くらいなんでしょうね。はい。くらいはお金を払うこともあると,と思うんですけども、うん ね、それはあくまでお礼のね、レベルであって、大金だったりとか、これで金が稼げるぜ、みたいな風にはですね、思われたくないっていうね、思いでやってるんですよね。なぜならば、それが広がってしまうと、嘘をついてですね、大金を稼ごうとする人が出てきてしまうからっていう話なんですよね。うん。だから、その、タムケンさんはですね、その、まあ、告発した女性たちが、まあ、謝礼のためにお金儲けのためにと思ってるかもしれませんけども、お金儲けって言えるほど、全然お金なんてもらえませんよって話ですよ。はい。で、もっと言うとですよ、もっと言うと、えー、その、A 子さんと B 子さんというですね、裁判の対象になってる方はですね、これ れから数年間裁判で戦うわけですよね。で、なんだったらですよ、これから先もしかしたらその A 子さん B 子さんの個人情報がどこかから漏れてですね、松本さんのですね、過激な擁護派の人からですね、例えばですけど、顔とか名前を晒されたり、自宅だったりとか、そういうところに突撃受けたりとか、そういうですね、被害を受ける可能性だって全然あるわけですよね。って考えると、それだけのですね、被害を受けるってことを考えたら、謝礼金数万円ってあまりにもコスパ悪すぎませんって話なんですよ。はい。本当にお金のためっていうふうにするんであればね、ね A 子さん B 子さんがたった数万円 の謝礼金のためにですね。こんなリスクを背負うっていうのは、あまりにも金儲けとしては才能がなさすぎるよね。っていう風に僕は思うんですよ。はい、つまりこれどういうことかっていうと、結局金のためじゃないんですよ。金のためじゃない。はいで、じゃあ何のためにやってんのっていうと怒りなんですよ。怒りうん。 ま、実際問題ですね。過去に、文春、えー、文春さんが暴いてきた芸人さんのスキャンダル、え、で言うとですよ。ま、いろいろありましたよね。えー、和牛の水田さんだったりとかですね。あとはなんだろう、えっ、ー、と、アンジャッシュの渡部さんとか、ダウンタウンの浜田さんとか、ま、いろんな方の芸人のね、方が、まあ、芸人に限らずですけど、バラされてきましたけども、結局ですね、あれだって、その女性たちに、ね、大金の謝礼なんて渡してないんですよ。じゃ、なんでその女性たちがですね、あんな風に告発してくるかっていうと、これ答えは一つでして、女性がめちゃくちゃブチギレてるんですよ。ブチギレてる。はい。絶対あいつを許すわけにはいかない。絶対、 つだけはって思いで傷つけられた過去に対してですね怒りを持ってる女性たちが告発するわけなんですよ。はい、要は金なんかじゃねえんだと、ね。あいつを許せないんだって思いで言ってくるわけなんですよね。す、は、べ、い、ての原動力は怒りなんですよ。はい、怒り、うん そう。お金目的っていうほどお金を渡しない以上ですね、彼らが動く原動力は怒りしかないんですよね。怒りしか。はい。でも逆に言うと、怒りだか怒りで動いてるからこそ、お金とか関係なくですね、協力してくれるわけですよ。お金とか関係なくね。うん。だってね、何度も言いますけど、A 子さんと B 子さんってこれから先すごいいろいろね、打ち合わせで時間使ったりとかもするわけですよ、裁判に当たってのね。A 子さんも B 子さんもおそらく仕事をなさってると思いますから、そのために仕事を休んだりとかするわけですよ。ね。でも別に A 子さん、B 子さんはさっきから言ってる通り、それで大金をもらえるわけは全然ないんですよ。はい。 それをこれから先数年重ねていくわけじゃないですか。はい。どう考えたって A 子さん B 子さんすごい大変ですよね。にもかかわらずなんでそれをやるのか。そんなことをしても別に文春から大金がもらえるわけでも何でもない。なんでそれをやるんですかっていうと怒りなんですよね。怒り。はい。自分が正解を受け、自分が正解を受けた、自分に正解をした松本人志が許さないっていう怒りからやってるわけなんですよ。はい。だからまあ、タムケンさんはですね、なんかね、女性たちが謝礼をもらって、だから僕にも謝礼をいただきたいみたいな感じで、皮肉めいてですね、文春さんのことを批判してるみたいです。 ですけどもタムケンさんは知らないことかもしれませんけども、基本的には謝礼なんて全然もらえないんですよと。はい。まあ、げたとしても、ほんのお礼くらいのレベルであって、そんな大金なんて一切ないんですよってことで,ですね。まあ、タムケンさんは多分知らないのかなっていうふうに僕としては思いました。はい。えー、というわけでですね、今回はこの辺で終わります。この辺ち先ちょっと共感してくださった方は、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントになりましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。